こんにちは。中国って、うん、あの変な機能いっぱいあるじゃないですか。はいはい、なんかカメラがスライドしたりとか。これは日本で初めてこのスクリーンでロックが解除するっていう。スクリーンでロックが解除できる。マジですか、そのスクリーンでロック解除するって どういうことなの？もうちょっとちゃんと説明してよ。このディスプレイの下にあのカメラのセンサーに使えると、まあ、CMOS センサーっていうセンサーがあるんですけど、はいはいはい、指を乗せた時だけ指の指紋の模様を読み取るんですよ。そんなやつ今まであった？ありました。なかったでしょう、ね、日本には。基本そのディスプレイだったりにお金を結構使ってるんで、なんかあの背面 この作りとかカメラとかあんまり良くないんですけど、うん、まあその分このノッチ、はいはいはい、とかさっき言った指紋認証、うん、そこら辺のこだわりはすごいと。スクロールした時のなんか吸い付き、うん、指にこの反応する速度とかはやっぱり、まあ、ミドルチップな感じだなっていうのはしますね。やっぱりもちろんピクセルとか iPhone とか使っているとやっぱり早いじゃないですか。サクサクで指の追従もすごいし、なんかエフェクトとかも変えれるんでしょう、ね、エフェクトも変えられます。ちょっと話広げました。アニメーションスタイルがあって、僕今真ん中の月光ってやつが好きでやってるんですけど、うん、なんか結構未来っぽいやつあるよね。まあね、16で結構、結構いいね。光線ってやつがよく使われてました、あのプロトタイプとかに、はいはいはい、光線が俺結構好きなの。やっぱり光線なんか一番未来っぽい。でもなんかね、このアニメーションのエフェクト変えるだけで結構この認証感変わってくるんですよ。なんか月光が押してる感があって好きなんですよ。まあ、R17 ネオは、はい、あのまあ、さっきの あの画面の吸い付きとか見てもらったら分かったんですけど、あんまりこうギズ見てる人はこうメインで使うようなあの、まあ、サクサク感、うん、なんかそういうのには、まあ、まだ届いてないなっていう。あのその安いけどこのちゃんと指紋認証をディスプレイの下に入れてるとか、うん、やっぱこのどっかこうエッジが立ってるところってやっぱ中国のガジェットだなっていう。そうね、中国っぽいよね。やっぱすごい中国感あるじゃないですか、うん、いやでいい意味で。でも吉岡さん、安いスマホ、安いガジェット好きですか？好き、すごい好きです。俺は最近何買いました？ MacBook 用のハブ。ハブ USB-C の、ね、USB-C のハブ。なんかもともと4000円ぐらいならしいんだけど、なんかアマゾンで600円で売ってて、それで4000円じゃないですからね、うん、でもなんかその俺安いもの買うのってなんでかっていうと、うん、ケチなの要は、うん、でケチだから。これいくらだっけ？これ4万円で落ちてくるんです。4万円じゃん。まあ、俺からするとやっぱ600円で買ってる人間からするとやっぱ高いんだよね。確かに、うん、言っても4万ですから、ね、そう言っても4万。 iPhone あるし、うん、iPhone でいいやと思って。 Alright, that's it. That's it. Apple fanboy. We gotta talk about this. Get up. Get up. We gotta talk about this. すいません、じゃあちょっと英語の人に襲われたんでここでやめたいと思います。すいません、ありがとうございました。 And now for something completely different, let's talk about the Pixel 3.